材料だけ今のうちに音の出ることだけ作っときたいと思います。今日は共商スペースなのでご飯をお外で食べます。はい、ここちょっと待って、そこにいなさい。そう、はい、しい、はい、見える、一緒お座りして、よいしょ、ちょっと待って、よいしょ、分かった分かった、これで食べたいから今日は。バンズのご飯も食べて落ち着いたので、夜のお楽しみ、ゆっくり削っていこうかなと思います。はい、できた。あとはヤスリがけしたら出来上がりと、こんな感じです。いや、いい時間つぶしになったわ。だいたいキャンプ来てもな、暇な時間が多すぎんね。よいしょ、もう何度やろうな、すごい気温が下がってるけど、よし、もうちょっとしたら寝る段取りしようかな。片付けるにも片付けられへんからな、これ幕内に入れるとか無理やから、とりあえず薪だけは湿らんようにどっかに置いとかないといけないね。もう幕の外からじゃないと狭すぎて取れへん。もうすでにザラザラやし、インフレットマット忘れたから、もう鹿側引くしかない。2匹は入ったけど、ビスが入る巻く、ここどうしようここもうちょっと向こうに詰めて、それじゃないとビス入らへんわ。よし、これでなんとか巻くは閉まるはずや。これで寝れんのかな、すごいな。よし、じゃあこれで狭むっちゃ狭いぞ。こっち壁やからな、ちょっとめっちゃ熱い。ほんでこれ、あの ストーブとかいらん、こいつらだけで十分。なんかすっごい熱気、ちょっとストーブ切る、熱すぎるわ。うわ、曇る、熱気がすごい。うわ、ひど、これ普通に何にもしなくてもこの膜あったんだよ、こんな感じになる。マクマク、こんな感じで寝たいと思います。今日は一日お疲れ様でした。はい、おはようございます。いやー、暖房いらずでしたねマク狭すぎ。
日曜詰め込んで寝れましたけどね。で熱気がすごかったからもう暖房何にも入れずにベンチレーターから扇風機で空気を外に送り出して、それでなんとか行けましたけど、あ全く寒くはなかったですね。ちっちゃすぎんねマクが熱気がすごかった。酸欠になるんかな。いやいやいや、うん、さあ今日も一日始まるよ。はいよ。さあ火起こししてなんか作っていきたいと思います。やりやすいこれ。めっちゃやりやすい。トライスティックじゃなくてポットフックを本気で作ったらこんな感じ。ほら、こんだけえぐり込まないと。きれいに噛んでるっしょ。長く作って自在すればいいねんけど、もう今日はめんどくさいから2つにしときました。玉ねぎ、人参、じゃがいも、
当はベーコン入れたいんだよな。昨日鶏肉が余ったんだよな。もったいないよね。鶏でいこう。こんだけ残ってるもん。もったいないでしょ。あ、落ちた。とかつけたいんだけどな。でも今ここでバター出して多分固まって取れへんと思う。このクソ寒いの。あったら美味しいね。バターはおしゃできた、できた、できた、できたと思うので食べたいと思います。いい感じやん。いただきます。あー、うまっ。あったまる。ちょっと触って。よいしょ。おもう一泊の予定でしたけど、薪がなくなったのと、食材が乏しいのと、このテントでもう一泊は無理。さすがに昨日飲んで限界でしたね。なので片付けて帰りたいと思います。なんでこここうなしたの。元からないねん、下が。あっても叱るべきやと思うんやけども、なんでそこだけインナーつけなかったんだろうね。
はい、綺麗に片付けました。はぁ、疲れた。帰りたいと思います。お疲れ様でした。